1911年5月12日は、明治期の医師、日本陸軍軍医。最終階級は、陸軍軍医総監、美濃国出身、14位、軍に等。1843年10月8日、天保14年9月15日、美濃国山形軍へ、伊持良村小倉の医師、高井松邸の長子に生まれ、幼名を光太郎と称した。長子で、漢学を学び、 名古屋の麻生浦井像に西洋医学を学び、京都の出て岩岡記録蔵、広瀬元康について漢方医学を治める。1862年伊勢の道井育之助、1866年4月幕府の西洋医学書教授、坪井薫州の塾に入り医学書に入校した。明治維新後、生を高石から本家の時生に複製してよりのりと名を改めた。 1869年商兵学校、海星学校、医学校が統合された大学の順小寮長となり、長谷川康氏、石黒忠則らと学生を監督した。1874年2月陸軍軍医に任ぜられ、9月軍医生となり、1875年陸軍士官学校、富山幼年学校付けを命ぜられた後、1877年新旅団医長として、 西南戦争に従軍した。その後、1891年4月11日、この絵師団軍医部長となり、1894年、第二軍軍医部長として、日清戦争に従軍し、その後により1895年4月21日軍医総監に任じられ、同年8月くんに当局日、茂光明を賜った。1896年台湾。 総督府陸軍局軍医部長に就任した。同年5月10日、突然休職となり1901年5月10日、予備役に編入され、1911年5月12日、死去する。墓所は、雑司ヶ谷霊園。1885年1月、東京大学医学部教授、小形正樹は、格下病原近接を発表したのに対して、海軍組の高木金弘は、 か気の原因が食事にあると反論したのに対し、当時陸軍軍医官であった石黒忠則は尾形によるか気病原近接を指示した。同年3月28日、高木は第日本私立衛生会雑誌にか気原因説と麦飯優秀説を発表したが、最近学前世の時において理論法則の構築優先のドイツ医学を反とする東大陸軍省医務局は 高木説など死がにもかけていなかった。日清戦争当時、陸軍では、格下の流行が大きな問題となっていた。とりわけ日清戦争後新領度となった台湾に派遣された軍内部で格下が大流行していた。そのような折、初代台湾総督府陸軍局軍医部長には森林太郎がついたが、森は石黒同様にドイツ医学を反とする東大。 陸軍罰の中枢におり、高木の説には一切耳を傾けず、陸軍主食を麦飯を排除した米食市場主義を貫いていた。その結果台湾軍内部の格気病はさらに蔓延の一途をたどり、世間の批判も大きく1895年9月、わずか在任3ヶ月余りで更迭され、後任には陸軍医務局で石黒に次乗列。 第2位の石坂これロが就任した。石坂は実戦に加え海軍で格計が爆破給与により大幅に減ったことも知っており、石黒の兵食の基本は従来通り白米藩と品質極まる副食とする命令に従いつつも内密に麦飯を給与する部隊があっても目をつぶり見てみぬふりをしていたが、軍全体の格計流行を止めることはできなかった。 1896年1月16日石坂も在任わずか5ヶ月で更迭され、義務局序列第三位の時が台湾総督府陸軍局軍医部長に着任した。時の台湾総督、川山助則は高木と同じ海軍に属し対象であり、副総督の高島智之は川山と同郷の薩摩出身者であるとともに陸軍内の爆破推進派であった。 二人は爆犯を支給すべく、軍中数に働きかけたが、石黒は固くなり、に台湾犬兵の衛星に収むて意見にて、爆犯不可を述べ、野戦衛星責任者である石黒の意見を、軍中数は無視することはできずにいた。このような状態の中で、時は着任し、上官である石黒の指示をよそに全台湾軍に、対して、独断で爆犯給与を命じた。石黒は、 時の越権行為かつ命令違反に対して表沙汰になることは、義務局内の統率責任を問われかねないことから、石黒は穏便な決着を目指し、麦飯の撤回を求めるべく、爆飯に変えることの禁止、爆飯の有効性は学問的に認められていないこと等を記した訓示を発令した。石黒の訓示に対して、時は百九十六年三月十六日付で、 爆犯を用いた結果の活気現象の事実等を論証し、小人が言葉巧みに機関に進めたせいではないのかと、真っ向から反論を行った。時による台湾軍への爆犯支給とそれに反対する陸軍医務局の動きは、時事新報にて4月9日付、台湾島駐在軍隊の衛星、台湾衛星についてで、医務局への非難が掲載され、石黒は、 時事新報において、石黒軍医総監の兵職団で、自己弁論を行った。同兵職団では、森軍医官が神聖な方法で行った、兵職試験の結果、米飯が最も傭兵に適する。米飯は、何の害があるのか、米飯に比べて、消化に悪く腐りやすい爆藩は、何の益があるのか、これを学問上実験上確定しなければ貴重な。 我が国軍隊の食料を変更できない。都市、格下問題からあえてずれた意見を述べている。しかし、海軍をはじめとする批判は続き、台湾軍内部で爆藩支給により格下が仮に収まることは、医務局として重大な責任問題につながることから、格下問題自体のうやむやかを石黒は図り、二代目総督府陸軍局軍委部長、 石坂ヒロは悲免後陸軍省義務局付けを命じられていたが1896年5月4日付で休職を命じ、時よりのりに対しては悲免の日付すら資料上明確でなく同年5月10日に帰郷したことが確認され、すぐに休職扱いとされた。また、台湾兵団軍医部長であった小道卓南寺はマラリアにかかり内地転送となっていたが、 改めて同年4月1日付で給食扱いとされた。以後、台湾からの報告上も、閣下報告は除かれ、陸軍医務局内では石黒が編参委員長を務めた日清戦争における陸軍衛生辞席において、時の台湾勤務は記載すらなく、また時台湾総督府陸軍軍医部長時代の平坦軍医部長を務めた藤立区将の記録では、 台湾総督府陸軍軍医部長の後任はしばらく、欠員で、私が前職のまま部長職を代行したと記され、時の台湾での存在自体が抹消された。ありがとうございます。